新しく噴気孔ができて、そこから勢いよく蒸気が出てて、ちょっとあれですね、危険を感じますよね、物が降ってるから、うん、こういったことっていうのは過去に、いや私が知る限りはないですよね、うん、今回初めてじゃないですかね、うん、今日になって、大涌谷の駅のところに、軌道班も行ってるわけですが、そこで降灰を確認しているということで、まあ、今回は明らかに噴火しているというふうに、そういうふうに判断したということです。まあ、なんだか、ステージが変わった可能性はあるというふうには考えております。気象庁はおとといの夕方から昨日の朝にかけて、新たな噴気孔からごく小規模な噴火があったと発表しました。12時30分に噴火警戒レベルが3に引き上げられました。ここから先は我々入っていけないという状況になりました。まだ中には民家などもあるんですけれども、先ほどからこの中からどんどん車が出てきています。今回の噴火を受け、箱根町は大涌谷の河口域から半径およそ1キロの範囲にまで立ち入り規制を拡大させています。この中にお住まいの方でいらっしゃいますか？あ、そうですよ。あ、そう、携帯にレベル3に上がったというメールが入っただけでね。あ、それは町からですか？あ、町から。あ、レベル3に上がったんで、それはこれ以上なってくだらね、どこしなきゃダメですからね。御嶽なんて下がったりしてますけれども、はい、一時期ね、これはそのまま下がるんじゃないかなと思ってたんですけどね、早く収まってほしいなと願うだけですね。自然には勝てませんわ。一台車両通します。あ、今あ車両が入っていきます。従業員をこれから迎えに行くということで、中に入っていきました。突然の規制拡大に戸惑う住民たち。その仕事場に戻れないような感じですか？まあ、これから行くんですけどね、行かなくちゃいけないんですけど、仕事一旦ちょっと連絡、会社に連絡して、みんな通れないんだったらどうすればいいですよね。これ今までこういうのってないです、一回もないです。あ、初めて。はい、だんだん収まってきてたから、もう静かになるんじゃないかなと思って、ただ商売やってますからね、全然上がったんですからね、やっぱり。早雲山駅の中に入ってきましたが、噴火警戒レベル、まあ、2から3に上がったということで、代行バスもなくなって、完全にこの駅がストップしています。このように、誰も今お客さんもいない状態です。昨日だけで火山性地震が603回起きている箱根山。お、ピタッと止まっちゃう。あ、過去にはね、ありませんでしたね。名物である温泉では新たな影響も出始めています。